この世界でちょっと国境として崇拝されてるからって調子こいてお金の単位にまでなったアゲ底エリス？ちょっとカズマ、はい、エリスがそれ以上なんかゴタゴタ言うのならその胸パッド取り合う。わかりました、特例で認めますから。今門は開けますから。パッドなんですか？まったく、アクア先輩は相変わらず理不尽な。この子も。パッドでも構いませんよ。このことは内緒ですよ。Hey, you. Finally awake. 悪魔に惑わされないための聖なる呪文を授けます。エリスの胸はパッド入り。今後惑わされそうになったならこれを唱えなさい。他に惑わされている者がいればこれを教えてあげるのもいいことですよ。エリスの胸はパッと入り。なんだか一気に目が覚めました。さあもう一度一緒に。エリスの胸はパッと入り。君は可愛くて優しくておっぱいがちっちゃい子。おっぱいが好きだもんね。ん？待って、何の話？あ、おい、なんで女の子のフィギュア壁向いてんの？おっぱい好き？当たり前だろ。お互いオタクってことで少なからず妥協してるとこあると思うし。まあそうだな。妥協がないといえば嘘になる。お前今さ、見てません。どこ見て言った？見てません。貧乳は今関係ないんで。貴様！やばい、魔王だ。魔王ロープで威厳を保って堂々と。レム、胸を張るがいい。膨らみかけも至宝だぞ。レム、今朝のことまだ怒っているのか？別に怒ってません。なので違う話題をお願いします。絶対怒ってる。ねえディアブロ、なんだ。レムだ。どうせ私は小さいです。ディアブロ、ディアブロが頭打って気絶した。何？大変。ふにゅー、宿るから出ちゃうよ。どうしてあなたはいちいち胸を押し付けるのですか？抱きつくと当たるんだよ。レムは肋骨が当たっちゃうのかもしれないけど。そんなことはありません。あー、本当だ、ちょっとあばらが当たるかも。でもこれはこれで。今日はお前たちの手柄だったからな、ミニ3号小隊。ミニ3号小隊？マリは言うほどミニじゃないんじゃないか？だから私はミニじゃないっつーの！
ッチ、なんで涙ぐんでんの？お、噂をすれば、やっほー、リズリン！いいになってしまいました。限りなく B と一定差し支えない A かな。A？ 羨ましいです。いつの間にかそんな天と地の差がついていたなんて。尾形、いくらなんでも今のは。おせて、おせて、ふみなっち。どうかしましたか、ふみの。大変申し訳ありませんでした。うん。それはまあ、もういいんだけど、その、今つけちゃってるこれ、お返しした方がいいのかな。形はどうあれ、俺が渡したブラを。ちょっとだけよ。ごめんね。そのイメージ映像ほど大きくなくて。エスパー！パッドも3枚入ってるしね。中3の妹さんより小さいミジンコで、どうもすみません。そんなこと全然、ほんと！もういいってば。どうせ男の子はみんな大きい方が好きなんでしょ？ちなみに俺は、断固古橋さん派だな。清楚で美人でいいなって、お前も思わねえ？それは、まあ。まあ、しかし、胸が全くないのだけが残念だけど。ふみの！どう？あいつらは無事逃げられたか。よかった。古橋さん、ブラお忘れじゃないですか。何を根拠に、私のだって決めつけるのよ！合ってました。ねえあなた、私の下僕にならない？は？勝手に手を出さないで！こいつは私の奴隷精霊よ！おい！あら、別にあなたの所有物というわけではないのでしょ？おい、ちょっと待て！ちょっと話しなさいよバカ！なんですってこの残念胸！お前らいい加減に席に着かんか！そんなこともわからないの？甲板胸が。甲板？今なんて、あなたのような未発達な感に帰還は務まらないわ。私がやった方がマシよ。え、大一致が？嫌だな、帰還だと標的にされることも多いだろうし。北上さん、私のことをそこまで。いいわ、ならこの甲板胸にやらせましょう。まずい、今なんて言った？おい変態、死ぬ前に何か言うことはないか。早く何か言わないと。可愛いですよ。全体的に子供、いえまだ幼い感じなのに胸は結構あって違うんです、誤解です。この死ね者が！まったく。そしたら私も初級で返すんだから。やだ、変化球だわ。来てしまってます。ノリノリです。あ、きつくて胸のボタンが。腰回りは大丈夫なのに。あれのサイズは私と同じよ。ボタン見つからないわ。すごい、ボタン。ボタンや、ボタンあったわ。よかった。やっぱりフルールで働かなくていいわ。え、どうして？なんでもや、似合うと思うんだけど。もううるさい、早くそれ脱ぎなさいよ。脱がないから。もうやめやがって。りっちゃん、うるかちゃん、せっかく誘ってくれたのにごめんね。でも下着だけは一人でゆっくり選びたい派なの。これと、それと、あれの A サイズ試してみてもいいですか？これと同じのの B サイズと、一応 C も試してみていいですか？あー、いや、サイズはいつも A なんですけどね。もしかしたら、もしかしたら大きくなってるかもしれないし。やっぱ A でした。これください。あ、
ハミは死んだよ、ユイガ君。フラシ、まずは話を。うわ、目が死んでる。しっかりしろー。